こんばんは、ペケです。今回はですね、今から33年前に神奈川県の横浜市で発生した野村香織ちゃん行方不明事件、リスナーさんと一緒に考察をしていきたいと思います。本件ですね、失踪後の目撃情報っていうのは極端に少なかったというような印象もありますし、他にも、後のテレビ番組情報公開捜査系の番組でですね、アナウンサーが失態をしてしまったと、情報提供をしようとした人物の名前を番組内で言ってしまったっていうような、出来事があったりだとか、他にもテレビ番組内でですね、霊能者さんの霊視結果として、公園の木の下に埋められてるとか、もしくはですね、お母さんが関与があるんじゃないかっていうような霊視がされたということで、この辺、リスナーさんの情報を教えてもらうような形になると思うんですけども、一緒に考察の方していけたらと思います。それではまず詳細の方を見ていきます。今から33年前ですね、1991年平成3年の年です。10月1日、神奈川県横浜市旭区本宿在住の野村香織ちゃん、当時8歳、小学3年生が失踪しています。まずご家族の情報なんですが、野村節次さん、お父さんですね、当時52歳会社役員だったと、そしてお母さん、一子さん、当時47歳パート従業員だったという情報はあります。さらに香織ちゃんお姉ちゃんが、一つ上のお姉さんいまして、梢さん、当時9歳小学4年生だったと、そして、次女、香織ちゃん当時8歳小学4年生という情報なんですけれども、時系列を追って見ていきたいと思います。それでは時系列を追って見ていきたいと思います。この10月1日火曜日はですね、朝から強い雨が降っていまして、お昼頃からは神奈川県全域に大雨洪水警報が出ていたという情報あります。そして14時頃、香織ちゃん学校を出発している、学校から家に向かって、出発をしている、帰ってきていると、下校しているということなんですけども、一部情報によるとですね、通常より1時間ほど早い下校だったという情報を出て、います。さらにこの失踪の2日前には小学校の運動会があったと。で、今出させていただいている画像は、おそらくこの失踪の2日前のですね、運動会の際に撮影されたものなんじゃないかっていうふうには情報も得られています。そしてこの香織ちゃんの住んでいた住宅はですね、学校から結構距離がありまして、学校出発から30分後の14時30分に自宅に到着したものと考えられます。で、この香織ちゃんが帰ってきた際は、お父さんとお母さんは仕事にいなくて、お姉ちゃんに関してもまだ帰ってきていなかったということで、おそらく自分で鍵を持っていたと思うんですけども、一人で玄関を開けて家に入っていたものと考えます。そこから間もなくですね、してお姉さんが自宅に帰ってきたと。で、この時香織ちゃんは今のテーブルに向かって漢字ドリルとノートを開いてですね、お勉強していたという情報です。で、そこから2人でおやつを食べたそうなんですけれども、15時30分、お姉さんはエレクトーン、オルガンの教室に通っていたため、そこに向かうのにですね、自宅を出発していると。で、この際の香織ちゃんの様子として、今で寝転がりながら漢字ドリルを進めていたという目撃情報、証言が出ているんですが、これは最後の目撃情報となってしまいます。で、ここからは想定されるところなんですけども、そこから20分後ですね、15時50分、今度は毎週火曜日、香織ちゃんですね、自宅から540メートル離れた書道教室に通っていたんですけれども、おそらくここに向かうために自宅を出発したものと考えられています。普段書道に持っていく時のキティちゃんの赤いカバン、書道道具を入れる手提げカバンっていうのがなくなっていましたし、さらに青と白の傘、長靴もなくなっていたということから、書道教室に向かったのではないかと。で、これが出発がですね、15時50分ぐらいに出るのが通常だったということで、で、この書道教室の時間なんですけれども、16時から17時までの1時間だったということです。で、ここは私の想像にはなってしまうんですけれども、おそらくこれ1時間授業ではなくてですね、45分授業だったというふうに考えます。この辺はちょっと後に話をしていきたいと思うんですけれども、とにかく書道教室に向かったものと考えられています。ただここでいつもと違う点っていうのは1点ありまして、本来ならですね、
お姉ちゃんと香織ちゃん一緒に、まあ、自宅を出発して、まず書道教室に香織ちゃんを送り届けてからお姉ちゃんはエレクトーン教室に向かうっていうのが通常の動きだったそうです。ただこの日はたまたまお姉ちゃんの、ね、学校のノート、まあ、学習ノートが残り少なくなってきていたのでオルガン教室に行く前にですね文房具屋さんでノートを買ってからオルガン教室に向かったそうなんですよね。なのでこの日に限ってはですね、まあ、別々に家を出発しようという状況だったそうです。まあ、そしてその後17時にお母さんがパート先から帰宅しています。でこの帰宅した際鍵は施錠されていた、鍵はかけられていたということです。ただ、普段だったら帰宅している香織ちゃんがまだ帰ってきていなかった、まあ、そしてお姉ちゃんの姿もまだなかったんですよね。でこの17時の段階でいつも香織ちゃんの姿があったっていうことを証言が出てるということは17時に書道が終わったんだったら540m だいたい徒歩10分の距離をですね、どこまで正確な情報かっていうのは分かんないんですけどこういう出方はしていないと思いますのでおそらく45分授業で、まあ、そこから帰る支度をして5分、まあ、16時50分に終わって出発して15時ぐらいには家に到着していたのはですね通常の流れだったのかなっていうのは私は考えています。ただこの日、まあ、お母さん帰ってきても香織ちゃんの姿なかったわけなんですけれども、まあ特には違和感には感じなかったと。というのも、来月、11月に書道の展覧会の予定がありまして、この作品制作に打ち込んでるんだろうなと。きっと書道の作品をまだ作って一生懸命頑張ってるんだろうなっていうことを想定したようなのですね。なので、きっと遅れてるんだなということで、まあ、さほど心配はしなかった、不安には感じなかったそうです。で、この後お母さん、近所のスーパーにですね、買い物に出かけています。そして18時30分ごろお母さん自宅に帰宅したわけなんですけども、まあ、この時もお姉ちゃんの姿はあったんですけども香織ちゃんの姿はなかったそうでここで、おそらく不安に感じた心配要素あれ何かあったんじゃないかなっていうふうに感じたようです。でこのお母さんの帰ってきた段階でお姉ちゃんはですねまだ妹帰ってきてないってことを不審に思っていまして友達の家に連絡をしたりしていたようです。そしてここからまずお母さんが書道教室に電話を入れてると。これは通常ですよね。まだやってるのかなっていう可能性もお母さん負ったと。ただこの電話の内容としてはもう誰もいませんっていう返答が返ってきたそうです。これ他の情報としては皆さんもう帰られましたよっていうような返答があったと、まあ、とにかく香織ちゃんはもういないですよっていうことが告げられたと。なのでお母さんは慌ててですねこの自宅から書道教室までの540メートルの距離っていうのを念入りに捜索をしたそうです。ただやはり香織ちゃんの姿はなく自宅に戻ってきて今度は香織ちゃんの友人に電話をしたそうなんですよね。まあ、そうすると、香織ちゃんは今日書道教室には来なかったっていうことが証言があったと。なのでかなりこの段階で不安になられたと思うんですけどもお母さんそのまま学校の担任に連絡を入れていまして、クラスの連絡網を回してもらうと香織ちゃん見なかったですかとか遊びに行ってないですかっていう連絡網を回してもらったそうです。でこの時に担任のアドバイスもあって20時30分に警察にも通報を入れてると。でこの通報を入れてから10分も経たないうちに警察官が野村さん宅に3人訪れまして誘拐の可能性も想定して逆探知機や録音機が持ち込まれたと。で両親のアリバイに関しても調べられたっていう情報出ています。まあ、ここに関してはですね、小学3年生8歳ということでまだお子さんが失踪している、まあ、さらにお父さんに関しては会社役員という情報もありますので身の代金目的っていう可能性も初め疑ったんじゃなかろうかと警察はその線を追ったんじゃないかっていうふうに考えます。まあ、しかし犯人からの連絡っていうのはなかったと。でさらに警察犬も投入されたんですけどもこの日大雨が降っていたというその影響からですね匂いはたどれなかった痕跡っていうのは得られなかったということです。まあ、その後公開捜査に切り替わっていると踏み切ったという情報出ています。そしてこの公開捜査に切り替わった後ですねお姉ちゃんの目撃情報っていうのは多く寄せられたようなんですけども肝心の香織ちゃんの情報っていうのはほとんど寄せられなかったようで唯一情報が上がったのは1件のみだったと。でこの情報というのが、香織ちゃん宅近隣の民家の石垣の水抜き口ですね
水が出るパイプのところだと思うんですが、そこから勢いよく水が出ているのを、傘を差した女の子が長靴で蹴っ飛ばして遊んでいたと、まあ、他にもその穴をなんか靴でこう長靴で塞いでいたっていうような情報もありました。ただこれが唯一の情報提供証言だったということになってきます。そして本件、まあ、連れ去りだったケースを疑ってもですね、2006年に公訴時効を迎えているということなんですけども、現在書道教室のあった場所はクリーニング店になっているというような情報も出ております。まず失踪当時の服装ですね、白のヨットパーカーに紺色のジーンズスカート、ピンクの長靴だったと。所持品に関しては青と白のチェック柄の傘、赤のキティちゃんの手提げカバンですね。これはあの書道の道具が入っていたものです、まあ、そしておそらく自宅の鍵も持って出ていると、お母さんが帰ってきた際に鍵かかっていたので、この点伺えるのかなと思います、髪型はショートカットで目がクリッとしたのが特徴的だった女の子だったと。これちょっとどこまで正確な情報かは分かんないですけど、おそらくこれ引っ越してきたばかりだったという情報あります。この引っ越してきたばかりっていうのが数ヶ月前に引っ越してきたものなのか、何年前に引っ越してきたものなのかわからないんですけど、比較的この住宅で暮らして間もなかったのかなっていうような情報も出ております。この辺詳しい方は補足いただけたらなと思います。そしてここからは2つの不可解の噂、これリスナーさんからここも情報を教えていただきたいんですけれども、まず1点目がアナウンサーの失態っていうのはよく言われて、います。1994年1月30日 TBS で生放送されたプレゼンターテレビ公開捜査子供たちは今どこにという番組内で本件の情報提供を募ったと。でその際に有力な情報を知ってるよっていう人物から電話があったそうなんですよ。でこの人物は匿名が条件だったら話をしますよと、情報提供をしますよっていうことを言ったんですけども、アナウンサーがですね、〇〇さんですか、〇〇さんですよねっていうような番組内で本名を話してしまったそうなんですよね。でこれを聞いた情報提供者は今私の名前を言いましたねと言って激怒をしたと。でアナウンサーは顔面蒼白になり、周囲も冷静になるよう落ち着くようにですね、現場もフォローしたんですけども電話は切られてしまったという情報を出ております。ここに関してはですね、名前は言わないでくださいねっていう取り決めというか、引き継ぎがちゃんとアナウンサーさん と、制作の方でうまくこうつながっていなかったっていうような、まあ、情報もあるんですけれども、ここの情報に関してはデマの可能性っていうのも一つありまして、同じ年にですね、福島県の石井舞ちゃん失踪事件への情報提供だったという可能性があります。この辺ですね、詳しい方いたら教えていただきたいんですけども、これ多分リアルタイムじゃないと思うんですけど、私見た記憶がありまして、ただどの事件かまでは覚えていなかったです。ただこれどちらにしても有力な情報を持ってますよっていう情報が得られなかった、これ責めるわけでは批判とかではなくてですね、得られなかったっていうのはあるのかなと。詳しい方いたらぜひコメントで補足の方を教えていただけたらなと思います。続いて2つ目の噂なんですけれども、やはりテレビ番組内でですね、ご両親がこの香里ちゃんの事件の霊視捜査をお願いしたそうなんですよ、霊能力者さんに。でそうすると霊視の結果、公園の木の下に埋まってると。でさらにお母さんへの事件、お母さんが事件に関与してるんじゃないかということで、この公園の木の下にですね、スコップを持った人たちが集まってきて、警察がこう帰ってくださいっていうようなアナウンスをするようなこともあったようですし、この番組をもし見たことある方いたらですね、教えていただけたらなと思います。これ噂にはなってしまうんですけども、この霊能者さんっていうのは義母愛子さんだったと言われています。ということでですね、ここからはペケの考察していきたいと思います。はい、それではペケの考察です。本件ですね、事件を調べていく中で多く言われている考え方っていうのが2つあります。で1つが変質者が当時多かったと、露出狂が出たりとかパンツをこう脱がされたりするような事案があったり、まあ、車が隣に止まってですね、急に手をつかまれて引きずり込まれ困れそうになる事案っていうのは、まあ、当時この場所多くあったそうです。さらに被害に遭った子供がお子さんがですね、全員が全員、まあ、家族や先生警察に相談できているわけではないので、まあ、より多くの被害があったんじゃなかろうかっていうことは言われているようです。
続いて2つ目っていうのが、ひき逃げ犯ですよね。事故からの連れ去り。まあ、この日大雨が降っていまして、まあ、さらに香里ちゃん宅細い道が少し多いので、すれ違うのもやっとの道があるので、ここでですね、走ってきた犯人の車が香里ちゃんと接触してしまって、犯人はこの事故を隠蔽しようとして、まあ、さらには焦っていて、倒れた香里ちゃんを車に乗せて連れ去ったんじゃなかろうかっていう説が一点あるのかなと思います。それではここからは私の考察2つ用意してありますので考えていきたいなと思うんですけども、まず1点目がですね、これ別の YouTuber さんの考察なんですけれども、事件とか行方不明を投稿されているああ言えば〇〇さんという私と同じぐらいの時期にですね動画投稿を始められて、私いつも参考にさせていただいてるんですけども、このああ言えば〇〇さんの考察で、これはもしかして香里ちゃんじゃなくてお姉ちゃんを犯人は狙っていたんじゃないかっていう考え方なされています。でなるほどなと思いましたので、今回便乗させていただこうかなと、参考にさせていただこうかなと思います。でここに関してはまずこの事件の2日前に運動会があったんですよね。でこの運動会で目をつけられたっていうのがまっすぐな考え方なのか、第一感としてはあるのかなと思います。まあ、よく言われているのが、こういう運動会に限らずですね、プールとか、まあ、今は最近言われるのが、全員が全員じゃないにしてもですね、ファミリーで集まるようなキャンプ場にソロでキャンプをしに行って、もちろんアウトドアも好きなんだけども、こう自分のタイプの子を物色するような趣味の人もいると。でこのね、趣味に関しては意見するつもりはないんですけども、まあ、その後行動に移してしまうケースっていうのも、まあ、少なからずあるのかなというふうに感じますので、まあ、今回その中で運動会で自分の好みでこう物色をしに行った中で、かおりちゃん、もしくはかおりちゃんのお姉ちゃんに目をつけたんじゃなかろうかっていうふうに思います。これこの時系列の情報を追っていく中で、この日たまたまお姉ちゃんとかおりちゃんは別々に習い事に出発してるんですよね。いつもだったら一緒に行って、なんだったらお姉ちゃんがかおりちゃんを送り届けてからエレクトーン教室に向かってるんですよ。で今回そのノートが切れてしまって文房具屋さんに寄りたかったから先に出発してるっていうことは、ここに関しては逆に言うと計画を立てられないのかなっていうふうに思っていて、この前から目をつけているんだったら、このタイミングまで待っていたらちょっと不審なのかな、このタイミングを狙うのは違和感かなと。なので本当に2日前にキンキンで目をつけた人物がですね、かおりちゃんもしくはお姉ちゃんに目をつけて連れ去ろうとしていた、まあ、なんだったら塾に通っていた、習い事をしていた、この流れっていうのを知っていたんだったらですね、かおりちゃんを送り届けた後のお姉ちゃんを連れ去ろうとしていたんじゃなかろうかっていうような考え方ですね。ここに関してはエレクトーン教室とかオルガン教室って言われるんですけど、エレクトーンって確かヤマハさんの電子ピアノだけを確かエレクトーンって言ってたような記憶、すみません、これちょっと正確補足お願いしたいんですけど、だったようなふうに思うんですよ。で、ああ今丸丸さん情報としては、この書道教室のあった場所の先にですね、ヤマハさんの音楽教室があるということで、まあ、この間に本当は連れ去りたかったんじゃないかなと。で、そしてその前に、そこまでずっとこう後を追うような中で、イレギュラーな動きですよね。まあ、かおりちゃんが先に出、あと、お姉ちゃんが先に出発したんだけども、かおりちゃんがその後来るっていうことをやっぱり想定してですね、連れ去れなかったんじゃないかなと。で思いのほか時間が経ってからかおりちゃんが出発してきたんで、まあ、そこで連れ去ったんじゃないかなっていうような考え方が一つですね。そうですね、でも通常より早く出てるってことか、お姉ちゃんが早く出てるってことですよね。20分ぐらい早く出てるんですよ。15時50分にいつもだったら書道教室とエレクトーン教室に出発するのに対して、この日はノートを買いたかったから20分早く出てるんですよね。ここはちょっと違和感かなっていうのは、犯人も想像してない2人の動きだったのかな。たまたま1人だった香里ちゃんに切り替えたのかなっていうような考え方が一つかなと思います。
続いて2つ目の考察なんですけれども、これやっぱり事故からの連れ去りっていうのを一つ疑っています。ただこう言われているのとちょっとイメージが違いまして、本件調べたことのあるリスナーさんとか、考察したことあるよってリスナーさんだと一番初めにこう思い浮かんでくるところだと思うんですけど、やっぱり事故からの連れ去りですよね。大雨が降っていて視界が悪いと、その中で犯人がちょっと車を飛ばしていたりする中で香織ちゃんと接触してしまって、倒れた香織ちゃんを無理やり車に運び込んで逃走した可能性ですよね。でここでちょっと気になってくるのが、本来この手の事故って普通の運動靴だったらですね、結構靴が脱げていたりするんですよ。ただ今回長靴なんですけれども、それなら傘を差していたんで傘とかが落ちてたりとか、あと書道のカバン、道具って結構重いと思うんですけども、そういうものの散乱っていうものもなかったんですよね。なので大きな事故の可能性はこの点から疑いにくいのかなと。さらにブレーキ痕っていうのは発見されていないですし、その他痕跡も出てきていないと。近くで急ブレーキの音とか衝撃音っていうような聞いた情報提供もないんですけども、ここで私が言いたいのっていうのは、大きな事故ではないというか、かおりちゃんが家を出て唯一ある目撃情報が、近所のこう石垣から水がジャバジャバ出てるところを蹴っ飛ばしてたりとか穴を塞いでいたっていう情報なんですけど、子供なので雨が降って水たまりがこう遊び場的なところがありますよね。水たまりにちょっと興味があると、で傘を差しながら細い道をふらふら歩いてたんで、その中で傘をかしげた時に走ってきた犯人の車に傘が接触したんじゃないかなっていうのが一つですね。これ香織ちゃんが傷ついてそれを隠蔽しようとしたっていうよりも、犯人側が自分の車に傘が当たって傷ついたと、なのでそこで犯人が降りていって香織ちゃんにどうしてくれるんだと、学校の名前を言いなさい、お父さんの名前と家の場所を言いなさいと、で今から車に乗ってこの車を直してくれというようなことで車の助手席に乗せたんじゃないかなっていうような考え方をしています。このケースだと痕跡が残っていなくても違和感ではないですし、目撃情報が極端に少ないっていう点から、雨が降っていて知り合いが送っていくよみたいな形で迎えに行ったケースっていうのを疑ったんですよ。で2人とも乗せて送り届けようかな、なんだったら2人とも連れ去ろうかなと思っていく中で、お姉ちゃんはいなくて香織ちゃん1人だったっていうケースも疑ったんですけど、これね、事故の可能性で、今言ったようなちょっとこう傘で車が傷ついたとか引っかき傷みたいなで犯人の車が新しい車だったとか高級車だったんで、それでこう文句をつけていく中で、香織ちゃんを助手席に乗せてはいいものの、犯人もある程度冷静になってきて、よくよくその状況を感じた時にですね、助手席に雨に濡れて、怯えて一人で座っている香織ちゃんが乗っていた中で、もう連れ去りがこのまま連れていけるぞっていう別の考えが思い浮かんだんじゃないかなっていうような考察ですね。なので事故からの連れ去りは事故からの連れ去りなんですけども、事故からの連れ去りを起こした犯人も変質者ではあったのかなっていうような考え方が私の考察になってきます。ということでですね、2つの情報をぜひ教えて、お持ちの方いたら教えていただけたらなと思います。アナウンサーの失態というところと、義母愛子さんの霊視っていうところですね。これお母さんが関わっている説は絶対ないと思いますので、ここに関しては追っていないんですけども、どういうような霊視があったのかっていうところはどうなのかなというところを教えていただけたらなと思います。で今現在、お父さん節次さんは76歳で、そしてお母さんの育子さんはですね71歳になられていると。最新の情報で言うと、昨年2023年の新聞記事を目にしまして、2023年当時の香織ちゃんのこういう風に成長してるんじゃないかっていう似顔絵が制作されていたりですね、駅前でその似顔絵の入ったポスターをご家族や周りの地域の方が一生懸命配っている様子っていうのは伺えました。これは絶対解決していかないといけない事件だと思いますので、どの事件にも言えることなんですけども、
一刻も早くですね、無事に帰ってくること、事件が解決されることを祈っております。ということでですね、長い間お付き合いいただいてありがとうございます。ペケでした。